皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1997年公開の、LA コンフィデンシャル。現代、LA コンフィデンシャル。監督はカーティス・ハンソン。脚本はカーティス・ハンソンとブライアン・ヘルギランド。主な出演は、ケビン・スペーシー、ラッセル・クロウ、ガイ・ピアース、など。血みどろの抗争が激化する1950年代のロサンゼルス。街のコーヒーショップで客が惨殺される事件が発生し、被害者の一人は刑事だった。その刑事の相棒だったバドは新入りのエド、ジャックと共に事件の捜査を開始する。というストーリー。ジェームズ・ウェル・ロイによる LA4 部作の第3部にあたる同名小説の映画化。内容はとことんハードボイルドな、ロサンゼルスの暗部を描いたフィルムノワールの良作。ちょっと前置きが長く感じ、登場人物が多いので分かりにくい部分もあるが、結構面白かった。豪華キャストが演じるキャラは役者のイメージがよく出ていて、一癖も二癖もあって魅力的。散々盛り上げた割には、最後はなんだか強引に終わらせてしまった印象はあるものの、十分見応えはあった。ということで、評価は。Thumbs up!